ちょっと休憩しようかしら。被害が出なくてよかったです。ミスティ早いわね。一体何があったの？はい、こちらの方はユーディ様、調合した道具の効果で来られたそうです。調合ということはあなたは錬金術師なんですか？はい、私はユーディット・フォルトーネ。ちょっと長いんでユーディって呼ばれてます。ユーディさんですか？お尋ねしたいんですけど、どんな道具を使われたんですか？竜の巣時間を遡る道具です。私過去に飛ぼうとしてて。過去に飛ぶなんてそんなことが可能なんですか？実はさっきまで未来の世界に行ってて、今は過去に戻る最中だったんですよ。ただ多分失敗作だったんでしょうね。いつの間にかここに前と違って全然知らない場所だし、今度は帰るの大変そうだな。ことも投げに言ってますけど、ユーディさん、時間を超えるのって簡単なんですか？まさか、そんなことありませんよ。材料を集めるのすっごく大変だし、この辺りで見つかるといいんだけどな。そうですか。ではもしよろしければ、ここで錬金術師として働きませんか？材料を集めるのにも資金は必要でしょ。報酬は弾みますよ。本当ですか？ぜひお願いします。お邪魔します。こんにちは。ありがとうございます。レシピを試していたんですか？違います、違います。新しい調合方法を試していたんです。調合方法ですか？はい、今までも同じ材料を使ってこれと同じ道具を調合したことはあったんですよ。ただ他の錬金術師たちと話してたら、みんなそれぞれ違うやり方で調合してたんです。それで試しに私もやり方を変えて調合したら、前よりもいい道具ができたんですよ。やり方を変えても同じものができるんですか？はい、加える順番とか釜に入れた後の工程で火
品質は変わりますけど同じものができるんです。地域によって材料の数も違うみたいですね。この辺りは地域というより環境差かな。なるほど。材料は気候によって手に入れやすかったり品質が違ったりしますからね。そうなんです。私の国では入手が難しいものもいくつかあるんです。だから今のうちにいろいろと試しておこうと思って。それにこの方法を応用すれば新しい道具が作れるかもしれませんしね。新しい道具楽しみですね。どんなものを作るんですか？まだ何を作るかまでは決めてませんよ。そうなんですか。でもマリーさんが作る道具本当に楽しみです。ありがとうございます。できたらネルケさんにも教えるから期待して待っててください。絶対に面白い道具になるって約束しますから。待ち遠しいですね。そうです、ここで熱を加えちゃうと必要なものまで抜けちゃうんです。だから面倒だけどこの方法で調合するんですよ。なるほど、そういう理論なんですね。教えてくれてありがとうございます、リリーさん。いえいえ、このくらいいつでも聞いてください。それにしてもリリーさんは教えるのが上手ですね。さすがは先生といったところでしょうか。そう言われると照れちゃいますね。それに私なんてまだまだですよ。私より優秀な先生なんていくらでもいますし、経験だって浅いです。それに錬金術師としてもまだ旅に出たばかりで修行中の身ですから。そういえばリリーさんは先生をしていたのにどうして旅に出ようと思ったんですか？実はずっと目標だったアカデミーの建設が終わったのがきっかけなんですよ。完成したアカデミーを見て、この場所で自分がすべきことは終わったと感じて、それで次にやりたいことを考えたら旅に出たいなって思ったんです。そうでしたか。でもどうしてアカデミーの先生にならなかったんですか？せっかく目標を叶えたのに。確かにそういう気持ちにもなりましたけど、それよりもまだまだ自分も学びたいって思ったんです。アカデミーを完成させるために錬金術を頑張って、やっぱり自分は好きなんだと思って。それにアカデミーで教えるにしても先生が知識豊富な方がいいですからね。でもアカデミーのことは心配じゃないんですか？それなら大丈夫です。頼りになる人や先生になれる人材は他にもいますから。それにあの二人ならきっと立派な先生になれる、そう思う人がいたからこそ安心して旅に出られたんです。そうでしたか。じゃあその方たちの分もたくさん見て回らなきゃですね。はい、せっかく旅に出たんです。錬金術を清めるまでは帰りませんよ。あ、ネルキさん、こんにちは。こんにちは、ユディさん。
ここにはもう慣れましたか？初めてで戸惑うことも多いけど、でも楽しくやれてますよ。それなら良かったです。そういえばユーディさんはどうしてここに来たんですか？以前お聞きした時は道具を調合してというお話でしたけど。あ、そうなんですよ。調合に失敗しちゃったみたいで、気づいたらここに。え、失敗だったんですか？では帰る方法はわからないんですか？うん、今探してるとこですけど、多分大丈夫だと思いますよ。前に未来の世界に飛んじゃった時もちゃんと戻ってこられたんで。未来の世界？もしかしてここに来る前も。はい、調合に失敗して目が覚めたら未来の世界にいたんです。200年も未来の世界に飛ばされちゃって、あの時は大変だったな。200年ですか？今回もそこから過去に帰ろうとしたらここに来ちゃったんですよ。でもここに来たからには頑張って働きますよ。それは頼もしいです。生活もかかってますしね。借金なんて二度とごめんなんだから。なんというか本当にいろいろと大変だったのですね。あ、私そろそろ仕事に戻りますね。じゃあね、ネルケさん。あ、はい、お仕事頑張ってくださいね。それにしても錬金術で時間を飛び越えるなんて、またぜひお話を聞いてみたいですね。それじゃあリリーが作ったのはオリジナルの道具ってわけじゃなかったんだ。うん、そうなの。旅の途中にあった廃屋でレシピを見つけたの。時間を超えるなんて面白そうだったから、とりあえず効果を弱くして調合しようとしてたの。効果を弱く？なんでまたそんなことを。だってあんまり遠くの時代に飛んじゃったら帰れるかどうか分からなくなりそうだと思ったんだもの。けどどうも不完全だったみたいで、調合中に爆発しちゃったのよね。挙句の果てには全く知らない場所に飛ばされちゃうし、散々な目にあったわ。そうなんだ。大変だったんだね。ユーディが作った道具と似ているみたいだし、どこの世界にも似たようなものを作る迷惑な人はいるのね。そうだよね。うんうん、本当にそう思うよ。なんだか盛り上がってますね。何のお話をされてたんですか？あ、ネルケさん、この場所に来た時に使った道具について話してたんですよ。もしかしてそれは以前話していた時間を超える道具のことですか？そうなんです。まあ実際には時間だけじゃなくて次元も超えちゃったみたいですけど、ただ不思議なことにユーディが作った道具と似ていたんですよ。時代や場所が違っても実は似たようなことを考える人って案外いるものなのかもねって話していたんです。そうそうきっとそうだよ。いや本当にびっくりだよね。
んだか様子が変ですよ。なんでもないよ。もうやだな、ネルキさんたら変なこと言わないでくださいよ。私はただ驚いてるだけですよ。リリーと作った方法がすっごい似てたから。確かに使う材料から機材までほとんど同じだったからね。私もびっくりしたわ。そんなに一緒だったんですか。世の中不思議なこともあるものですね。でもユーディの発想のおかげで帰る方法は早く見つかりそうです。うん、任せてよ。私は一度作ったことがあるからね。頼もしいですね。